日陰蜜葉は、セリカカノツメ層族の多年層。別名、朝鮮日陰蜜葉、朝鮮日陰ゼリ。茎は、中空で、直立し、高さは30から80センチメートルになり、上部で枝を開け、多少ジグザグに曲がり、緑色で、毛はない。根室用には、長い傭兵がある。形容にも傭兵があり、すべての形容が2回3出福用になる。 商葉は長大円形から高卵形で、長さ一点五から四センチメートルになり、先端は、鋭えとかしら、基部はくさび型、円に荒い巨子があり、巨子の円に、副端毛が生え、小葉の第一回列片の基部には商葉塀がある。葉の両面にも、副端毛が生える。葉兵の下部は、傭症となる。下期は八から十0月。茎先及び枝先に、副産系過剰をつけ、 白色の花をつける。学士片は三角形。花弁は5個で内側に曲がる。副三系花序の下の双方偏はないか3個あり、線形で花柄は約10個ある。小花序の下の小双方偏は3から6個あり、線形で小花柄は10から15個ある。雄髄は5個あり、花の外に飛び出る。脂肪は1回で、花中は2個で、長さ約1ミリメートル。 果実は、長さ3から4ミリメートルの平田休憩で、緑色、または暗視色になり、艶がある。分け下の横断面は円形になり、高市場は低くて目立たない。床は多く、文化の全周に配列する。日本では、本州の関東地方以西、四国、九州に分布し、ブナ隊の宮間の木陰に生育する。福島県地方では、 関東地方の栃木県にまたがる山域で生育が確認されており、分布の北限とされている。世界では、朝鮮半島、中国大陸に分布する。和名、日陰蜜葉は、日陰山葉の胃で、木の下の日陰に生え、葉が蜜葉に似ていることによる。俗名、スプユーリアピンピンラは、スプリウスピンペネローのことで、蜜葉草属に似るが異なるの意味。北川正夫が、 ミツバ葉サ族から独立した親族、カノツメ僧族の俗名。タネショウミ名コレアナは、朝鮮のの意味。タイプ標本は1902年に、朝鮮半島の混合山で採集されたものである。この、セリカ植物は、どうか、ミツバ葉サ族の植物として、ピンペネロウニコンシスワイ、ヤベエクスマキノイネモト、ピーニコンシスワイ、ヤベバリエーション、コレアナワイヤベ、 ピーコレアナ中井と記載されてきた。北川正夫は、六種派独立した一群をなすものと、考える。この群派独立族の値値値が十分にあると思え、府のでここ、ここ、に親族化の爪相族を、せつけて整理したいと思え、府として、親族化の爪相族スプユリアピンピンラ北川を、設立し、それによりこの植物を親族に組み替え、 スプユーリアピンピンラコレアなキーターグとした。ありがとうございます。